こんにちは、ビッグマウスのよっちーです。いじめをなくすために福岡県で活動しています。お願いします。はい、えー、今回は、えー、いじめを見つけたら、報告を徹底するべきって話をしていこうと思います。えー、まず、えー、学校でいじめが起きたときにその、そのいじめに最初に気づくのって、多分生徒と思うとよ。で、で、そこから、その、ま、先生とか学校、 っていうふうに広まっていくと思っちゃうけど、ってことは、その、この生徒の行動次第で、えー、いじめの発見が遅れる可能性もあるし、めちゃくちゃ早く発見できる可能性もあるわけや。ややけん、その、いじめを見つけた生徒は学校に報告をするっていうことを徹底するべきと思うとよ。で、その、まあ報告だけでいいのか っていう話しちゃうけど、これは、その、本当に誰でもできるようなことじゃないといけんとよ。えだって、その、まあ、仮に、えー、いじめを見つけたら、もう体を張ってでも止めましょうっていうルールやったとしたら、多分誰もやらんと思うけん、もうみんな見て見ぬふりをすると思うとよ。やけん、その、えぇ、ー、まあ、学校に、その、いじめを見つけましたっていうことを、 伝えるっていう、本当に誰でもできる、この報告だけで十分とよ。で、その、まあ、あとは、えー、先生、先生が、その、えー、報告を受けて、次の日とかに、その、昨日、〇〇くんから報告がありました、みたいな感じで、その、名前をばらす、みたいなことを、をせずに、 完全に匿名にすれば、えー、生徒も安心して、その学校に報告することができると思うけん。まあそういう感じの、その、報告をするっていうルールを、こう徹底した方がいいんじゃないかなと思いました。で、以上です。はい。えー、今いじめで悩んどう子がおったら、ぜひ俺に相談していただいたら、 俺が絶対いじめ解決して、君たちをいじめから助ける件け、えー、ぜひ、えーまあ、この動画のコメント欄でもいいし、えー、俺のツイッターの DM でもいい件、えー、ぜひ相談を送ってください。お願いします。じゃ、じゃねばい。